座ってからがほんまや。そうそうそう。じゃあ、来た。はい、ということで、フィラーワードっていう言葉を聞いたことがあるでしょうか。フィラーワード、どういう綴り？フィルのフィラー、多分フィルに ER でワード、フィラーワードで、これどういうものかというと、フィラーワードの例としては何やろ、その well とか、なんか you know みたいな感じでさ、まあ、よくなんかネイティブがとりあえず文章につける言葉みたいなの、まあ、日本語で言うさ、とかあのーみたいな、うん、英語バージョンみたいな、そのまま考えてもらっていい。あ、まあ、なんか考えてる時とかに文をつなぐ、文をつなぐ、文を滑らかにするっていう意味で、なさすぎて完璧な文章だけ喋ってもネイティブからしたらちょっとなんか教科書英語みたいになってるのに、逆にけど使いすぎた時、だからなんか I think like you know like みたいな感じで使ってたら、なこいつだから日本語やったら、あのそのみたいなこの塩梅が難しいのよ、ほんまに。使いすぎてもいけないけど、使わないといけない、うん、まあ、使わないといけないではないけど、使った方がネイティブっぽい、そう、上手っぽく聞こえるっていうの。なんで今日はね、このフィラーワードの紹介をしていこうかなと思う。イエーイ、イエッ。何か自信のあるフィラーワードを持ってる方、はい、おっ、すごい。何が出てくるの。自分がめっちゃ使う言葉が、うん、一番文の最初に actually って言っちゃう、めっちゃ。あ、なるほどね、なるほどね。ちょっと笑った。え、ライクやろ、ライク、ライク使うの。え、ちょっとどっち、え、ライク使うんじゃなかった。堂々とドッキリ。打ち合わせと全然違うドッキリ。結局入ってるするんやと思って。ちょっと待って。ピー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 。ちょっと紹介してもらおうかなと思います。イエーイ。じゃあどうぞ、ハンバラ。自分はめっちゃ一番文の最初につける言葉として actually って言って言い始めちゃう。あー、actually ね、使うね。なんかもうみんな言ってる。そう、なんか普通に私チョコレート好きやねんとか言うだけでもなんか actually I love chocolate みたいな、うん、actually って絶対つけちゃう。とりあえずつけときゃなんとかなるやろみたいな。全部につけてる友達がおったもんやろ。とりあえず actually actually なんかしかもちょっとゆっくり actually みたいな。それだけ食べてなんでいつもこれ使うんだ。だからそれで知ったのはある。え、そう、だからその actually って言ってる間にちょっと次の文考えたりしてるから。フィラーワードは一応ね、文を考える間にごまかす役目をするから。そうそうそう、別に文の中で使うこともできる。あ、うん、I like actually, yeah. そらちゃおう。あ、ちょっと、wait a minute. So, I actually like you みたいな感じで、別に最初じゃなくても、なんか中にとりあえず入れとけばいいみたいな節はあるよ、ね、うん、トータルいいとかも一応その感じで使ってる人が、oh, I totally agree with you みたいな感じで、なんか日本ではそれ鬼可愛くねー、鬼やべえみたいな、なんかめっちゃ好きやわーってきた。全然めっちゃ好きちゃうのに。そうそう、I totally めっちゃ好きやわこれ。じゃあなんかゆうたは、ね、僕は抱えてる時に Let's see、あ、Let's see をちょっとこう考え、まあ、ちょっと時間、あ、ちょっと時間稼ぎみたいな、 Let's see みたいな。いや、俺もね、Let's see めっちゃ好きや、使ってるイメージある。あー、Yeah, Let's see、うん、I like it。でもさ、考える時間とか言ったらめっちゃいいって言ってちょっと待ってもらいたいと思う。そうね、あ、なんか Hold on please。 いやいや、なんかいい感じの例文みたいな使い方みたいなのね、欲しいね。え、欲しいよな。 Just なんか Let me think と一緒やから。 So, what is your favorite movie? Let's see, Avengers? 考えたせいに。 Yeah, Avengers。 考えていいやみたいな。 Avengers, yeah。 I totally agree with you。 俺が好きなのは、これ一番初めの文頭の始まりにしか使えへんねんけど、 You know what?You know? You know what? って知ってるみたいな。めっちゃ言ってます、それ。俺あんま使わへんもん。そう、あ、ほんま。え、日本語的にはどういう感じで、ニュアンス。え、普通結構聞いてやみたいな感じでも入るかも。聞いてみたいな。 You know what? You know what? This is water みたいな。This is actually water。 そうそうそう。え、どうする？ Let's see。 あ、ちゃあちゃあ急に何？なんか来んのかな、男の子。今のカットで今のは悪いね、悪いね、レッツの悪い例が今出ましたね。フィラーワードはけどほんまになんか使ってるだけで、ね、自分ネイティブになったみたいな、うんうん、ちょっとね思えるとこはある。自分の満足感もある。満足感あるんですけど、まあほんまにアクチュアリーとかは使いやすすぎて逆に毎回言っちゃうっていうのがほんまにいっぱいよくあるから、うんうん、そこだけはちょっと気をつけてみてください。あー、you know what? あー、せや。